皆様こんにちは「新曲と源氏物語を心の糧に」という題で全体の今日のテーマがそういう題で「防防文芸の価値」という副題がついておりますそして私は「新曲の世界から」という題でお話を申し上げます 時間は40分いただいておりますので、予定よりちょっと時間が過ぎておりますので、ただいまから40分いただくということにいたします。<laughs> それで、このテーマ、今日のテーマはよくわかるんですけども、難しいです。私にとってダンテのイタリア語は 母語ではございませんのでどういうふうにしてダンテを話しながら母語文芸の価値を語れるかこれは非常に難しいですそれからここでは新曲と源氏物語 いいうことでございますが新曲は詩でございまして「源氏物語」はもちろん美しい日本語で書かれて中に歌もございますけれども「三分の芸術」と言ってもよろしいか小説でございますそうするとこの「題では他の先生もお困りなんじゃないかと、まあ、人のことで余計な心配かもしれませんけど心配してる。 で私が困り他の先生も困って二人で対談をしなければならないとなる <laughs> 松田先生も司会者としてお困りなんじゃないかと思います <laughs> 今までのとこは聞こえましたでしょうか <laughs>、えー、それで、まあ、逃げようと思ってもですね 扉閉ままっておりますので <laughs> 3人が困って部屋も閉ざされているとしたら逃げるとしたらどこに逃げるかといったら意味の世界に逃げるほかないそれでこの三方塞がりの現状をいや扉も閉まっておりまして四方塞がりの現状をどうすればよいかという時に 垂直に登るということが唯一の逃げ道でそれも意味の世界に逃げるということになりますそうしますとこの学問の世界っていうのは割合に逆説の世界だと言ってよくてことわざでは案ずるより生むが安いっていうんですけれどもどうやってこの難しい課題を解決するか いいう時には産むよりも案ずるが安がつまり意味の世界に飛んでいけば何とかなるだろうそういうことで私もダンテの中でもう行き詰まってそしてしかしどっかに行かなければならないっていう場面はどこだろうかと思うとやはりそれは地獄を巡るということを した二人ベルギリウスとダンテとは常識的に言えば地獄から出ることはできないんですけれどもとにかく逃げてきたんだどういうふうな逃げ方だったんだろうと思う時にやはり「産むよりは案ずるが安い」っていうんですが案ずるためには「 読むほかないだろうと。それで、ダンテが地獄から出てくるところ、そこを見てみますと、1の A のところをご覧いただきたいんですが、日本語で、動詞が先立ち、私が続き、動詞っていうのは導きの詞ですから、ビルジーリオ、すなわちウェルギリウスが先立ち、 そして私、ダンテが続き、登れば一つの丸い穴から天の美しいものが見え染める。ここを出てはまた仰ぎ見る星というのが一番最後にございます。サリモスキューエル・プリモエ・ユー・セコンド、タントキビディデレコーセベルレ、ケポルタ・イ・シエル。 ペランペルトゥジョトンドエ・クインディ・ウッシモ・アリビデル,ル・ステルそれは不可能と思われる地獄も良い導き手に従って行くと秘密の道が分かって地獄では不可能と思われた 抜け穴ののようなものがあってそこをはい出るようにして出ると再び星を見ることができたこれは、えー、煉獄につながるところですから遠い遠い星でしょうけども星を見ることができたでこのことは私は今日皆様と一緒に古典を学ぶことの意味を 強く教えてくれるところではないかと思います。私どもは日常の生活でも、それから非日常的な困難な時でも、本当に行き詰まったような気持ちになって、どうしていいかわからないという、そういう時に、いつもそれで成功するかどうかはわかりませんけども、 一つのオーソドックスな方法として、とにかく考えること。そして、考えてから行動に移ること。このことがあれば、ひどい間違いは無責任の形でしないで済むということにもなるでしょう。しかし、考えてどうしていいかわからないときに、 類似した困難を克服していった人の物語でも詩でもそれを読むことによってだから古典を読むことによって何らかの方法が出てくるのではないか星を見ようと思い続けたその憧れの強さが断定をして 先生のビリジリオともに不可能と思われた永遠の洞窟のようなところから脱出することができたのだということ私はこれは今日のテーマにある「新曲と源氏物語」を心の糧にとすると 困難な人生を本当に生き抜いていくときに希望を忘れないということ星を忘れないということそれから一人で悩まないで古典に基づいて自分の行為を決定していくという覚悟を持つことは決して無駄ではなかろう文学あるいは詩は もちろんゆとりのある時の慰め趣味の対象それでも結構なのですしかしそれだけではない本当に行き詰まって死のおかないような苦しみということがあっても人間には こ,のことアリビデル・ルステレもう一度星を見ることというその強い希望を失わないようにして生きなければならないと思います希望を持つということはただの心理的な現象のように お思いになる方は多いと思います。希望に満ちるというようなことは心理現象であるのは確かなのですが、これで見ますと希望を持つということ、それは人間が生きていくための、それもよく生きていくための特目の一つになるのではないか。ですから、確かにその ことを思い出してみますとあの地獄編の今日ここにはもう書きませんでしたけど地獄門のところでペルメッシュ・バネラ・チッタ・ドレンテっていう時に地獄の門が我を過ぎて人は嘆きの町に行くのだというあの言葉がありましたそしてそれを 何回かこういう会合でご一緒に読みましたときに繰り返し読んでいくとそのペルメッシバネラそのペルメっていう目は地獄のもんであるけれどもことと次第によっては誰か他の人は私との関わりによってつまり私の暴言なり荒い言葉なり意地の悪い仕打ちなりによって 人が地獄の中に入っていくのかもしれないそう教えているようなことがあるということを申し上げました本当にダンテの新曲は軽い気持ちで読んでいこう構わないんですが時々自分が苦しみに落ちたりあるいは自分が人様に対して 冷たく当たったりした後に何か我々を引き締めてくれるようなそういう言葉に満ちているように思いますですからプリントの「一の B」をご覧くださいあのプリントはですね私の話に先立って何が書いてあるだろうなどというつまらない好奇心でですねそっちを先に読んで 話を聞かないいとうこ私の今日はここに私は話に参りましたのでどうぞ私の言葉に集中してくださいそして必要な時に私が申し上げますからそこだけをご覧になるようにあとは隠してですね B1 の B ですが脱出できないはずの地獄の底からダンテはビルジーリオすなわちここでは古典の象徴によって 広秘密の道を行くを得て小さい穴から煉獄の印の星が見えた人間は現世では実存のパトスとしての傷から免れ得ないそういう意味では人生は旅でありますが平穏な旅ではない旅半ばにして立ち迷うことがあるのだということを 考えることにいたしますと、もうすでに私どもは希望を大事にしよう。希望は抱く。得だということを、ある程度学びました。そして、それが心の糧でなくて、何でしょう。